はい、こんばんは、超人予備校です。本当ですね、超人予備校第10回本公演骨折サンバを上演いたします。で、宣伝します。馬ね、骨折したら安楽死させられる。とてもかわいそうなんですけれども、人間って骨折しても治療してもらえるという、そういう幸せな存在なんだよという話を書こうと思ってました。はい、こちらには上田丹美さんが来てますので、上田丹美さんから一言お願いします。無茶ぶりも激しい。そうですね、初めて超人予備校さんに参加させていただくんですけれども、今稽古がすごく楽しいので、ぜひ、見に来ていただければと思っております。はい、すごく楽しく稽古していますので。稽古の楽しさいいよ。きっと楽しい作品が出来上がると思います。稽古の帰りにみんなで飲みに行ってます。何の報告。すごく稽古が楽しくて、僕も毎日楽しいです。逃げた。はい、ニランジャンのダンスがすごいです。他力本願です。昨日富士山登ってそのまま来ました。稽古久しぶり、また頑張り頑張るバースデー。はい、すいません。さて、誰も内容について一言も触れなかった骨折サンバですけれども、とりあえず総評として、稽古は楽しいということだけ笑っていただければ結構ですね。はい、骨折で始まりサンバで終わる芝居ですと書いておりますけれども、ひょっとしたらマンボで終わるかもねという感じで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。